腹ペコアザラシと申します。ピクミン3デラックス難易度難しい第20回を始めさせていただきます。前回は19日目、空中の巨大生物を倒しルーイ君を救出したところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。それではその夜、ルーイ君を助けた夜ですね。キャプテンオリマーなかなか起きないわね。無理もないですよ、あんな生き物に囚われていたんですから。とはいえワープドライブキーのありかを教えてもらわないとな。もうそろそろ起きそうですけどね。とにかく僕たちもこれでコッパイ星へ帰ることができますね。ねえ、頑張ってきた自分たちへのご褒美として今夜はゆっくり休まない？そうだな、明日には彼も起きることだろう。今夜は早めに就寝するか。翌朝、いやー、お、あー逃げちゃった。なんだ逃げてるじゃないかルーイ君。なんだ爆発してるぞ。なんだ今の音は。なぜ着陸しているんだ。寝てる間に何が起きたんだ。大変です、オリマーさんがいません。それとキャプテンのアヒルちゃんも。なんだと、どういうこと。そんなことより大変よ、彼私たちの食料を全部持って逃げたみたい。いやいやいや、やばいやばい、あのホクタテ星人なんて食いしん坊なの。とにかく追いかけましょう。そうね、追いかけないと話にならないね。ではちょっとマップが何かがわからない。まずマップ見るか。これでいいか。でマップは敵だらけだな。ここはどこだ。さっきまで戦ってた場所か。散々探索はしてあるな。なんか見覚えがある。あ、はいはいはい、シーソーのやつだ。ここ、こっちじゃないか。なんかそんな気がするな。よし、とりあえず行こう。あ、ただその前にだ。これでいいでしょう。これでいいんじゃないか。で、こっちアップ行け。で、運んでもらうと。よし、これでいいでしょう。で、赤ピクミン。よし、これでいいかな。で、とりあえずこっちまで行きましょう。また敵がいるってことが。うわ、あいつか。よしよしよし、裏を狙えば怖くないですね。で、誰に運ばせるかだけれども、岩にするか。これでいいでしょう。うん、で、あとまたこちら。よしよしよし、いけー、全軍で突撃だ。これで倒せるでしょう。よし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 、そしたらあとは赤に運ばすよ。これでいいでしょう。で、あとはたまにはアルフ君に宇宙船。ああ、そうか、3人いた方がいい可能性があるんだよな。とりあえず進もう。
まずはこちらの先の、そう、ここ気になっていたからな。なんか黄色を置いた方がいい気がするな。で、これでいいでしょう。投げれるのか？届かないよね。これでいいんじゃないか？なんだ、繋がるじゃん。よし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 。で、アルフ君でキャプテン触ってキャプテン投げよう。で、これでキャプテンを投げよう。キャプテンダメ？いけない？いけない？ダメか、キャプテンいけないか。あ、なるほど。これでこれでいいな。で、キャプテンをこちら置くと。で、もう何体か置いて、で、キャプテンがうん、これでいいね。向こうに置けばいいんだ。よし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 、そう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 、こういうことこういうことこういうこと。で、で、アルフくんが、あ、キーピクミン3体じゃ無理だろ。まあいいや。ここにアルフくんを乗せる。で、こちらに突撃させる。で、アルフくん、アルフくんはこちらに突撃。うん、これでいいでしょう。で、この辺りを引いて、あー、やりすぎた。慎重にやるつもりだったのに。でもいいか、全員投げ飛ばしたよ今。ダメか、届かないか。で、こちらに、で、で、黄色、黄色いけ。で、こちらをどうすればいいんだ？せっかくうまくいったのにな。せっかくもうちょいでうまくいったのに。まあいいや、とりあえず行こう。とりあえず行きましょう。メモを回収しました。ずいぶん高いわねって。これ絶対な、ここを押さえて、いやー、やりたいけど、いいや、
ちょっと時間がかかりすぎるな。いやでもここまで来たらやりたいな。せっかく3体いるしな。で、よし、これでいいでしょう。で、こちらの方を重くしなきゃいけない。乗っかるか？あ、乗っかる。これなら簡単だ。ちょっと難しく考えしすぎてた。いいですね。で、ここに全軍置きましょう。これでいいんじゃないか。で、アルフ君、よし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 、で、よし、これでいいでしょう。よし、全員こっち来て。で、どうすんだ？この置いて、で、キャプテン、これでいいんじゃないか。よし、取れた。で、同様にアルフ君降りて、こちらにブリトニーさん、10人って書いてあるな。だから10体置かなきゃいけない。こんなもんか。てか羽ピクミンなら軽いんじゃないか。で、あとはこっちをまた重くしなきゃいけないのか。これ重くするの無理じゃないか。大量に置かないとまた同じことやるのか。いやー、これきついな。なるほどね。結構多くやらないと無理だな。羽ピクミンなんかは多分、ああ、17体しか乗せられないのか。なるほど。よし、ダメじゃん。諦めよう。あの果物を取りたいけど、とりあえずそれよりもこちらですね。エリアの攻略、ついに私は発見してしまった。この仕掛けを完全に解くにはルーイ君と私の2人だけでは不可能だということを、我々の与太主である函館運送の社長はバカンスに出かけて音信不通だ。我々は休日返上でこの惑星に来てるというのに。キャプテンオリバー、そう、3人いないとダメなんだけど、ちょっとなかなかシビアですね、ここは。で、あとは原生生物かな。あ、こっちか。オリマーの日誌その2、前回この惑星を訪れたのはいつだったか。あの時に大量のお宝を持ち帰り、会社の経営も立て直されたはずだったのに、どうしてまたこんなことをしているのだろう。しかし済んでしまったことは仕方ない。今度こそ私のドルフィン号を取り戻してみせるぞ、キャプテンオリマー。なるほど。そしたら一旦もう今日はね、頑張ってこのシーソーをやったということで、まあね、よしとしましょう。結果的に完全クリアまではいきませんでしたけどね。まあ今日はこんなもんでいいでしょう。で、これで全員かな。これで最終的な数は大体同じぐらいですね。あ、羽ピクミン以外は大体同じぐらいですね。で、それはそうと、ルーイ君、
どこ行っちゃったんだ。あ、こっちも行けるな。明日はこっち行こう。こっちで、あ、ここはちょっとやっときたいな。オリマーの日誌。ルイ君は何を考えているのだろう。いつも首を縦か横に振るくらいで私との会話がほとんどない。それでいて食事は私の3倍の量を平らげる。全く困ったやつだ、キャプテンオリマー。いやー、すごい燃費が悪いね、ルイ君ね。うまくやれればいけるんじゃないか。ちょっとピクミン出し入れしましょう。赤だけ連れてこう。赤が一番早そうだからな。で、これで運ばせる。なんとかならないか、ここ。とりあえずこの壁だけでも壊したい。で、チャッピーを倒せばその後の破片、ここがつながりますね。まだ時間あるからな。完全に休業にしちゃうにはもったいないな。よしよしよし、これでいいですね。よし、これで一気に運んでください。で、こちらはまたオリバーの西、いや違う、エリアの攻略。水中に何かの跡を発見した。かつてそこに何らかの構造物が存在したのではなかろうか。もしそれを復元できれば向こう岸に渡れるかもしれない。だが仮にそれができたとしても、私とルーイ君ではどうすることもできない。あと一人誰かいてくれたら。キャプテンオリバー。やっぱり3人いるとね、受け渡しとかが楽ですよね。ん？どうした？はい、こっち来て、こっち来て。よし、これでいいかな。うん、5体。こっちか。もうすぐで1日がまた終わりますね。まあ果物をね、手に入れただけよしとしましょう。では抜いていきましょう。では全員返しましょう。これで大丈夫ですね。よし、大丈夫ですね。誰も残されてる人はないですね。チャッピーが悔しがってるかな。では宇宙空間です。うふふ、新しい果実、カボスとニタリヨタニ。まあね、1日分ぐらいにはなったかな。お、1日分にはなりますね。1日半程度ってところですかね。祝20種類回収。この惑星の果実も結構集まったわね。もう十分でしょう。いや、まだいい。もっとたくさん集めなきゃ。そうすればより多くのポッパイ星人を救えるはずよ。そりゃそうですね。食料、ああそうか、昨日の分と合わせればもっとあったのに。あのココタテ星人、そうだそうだそうだ、悠長なことやってられないんだった、忘れてた。ああ、終わっちゃった。明日は食料の回収を頑張りましょう。そりゃそうだ、食料が第一優先になっちゃったんだ。いやー、そうだそうだ、忘れてたよ。せっかくあれだけ食料をね、確保したのに。僕らが休んでいる隙に、キャプテンオリマーと思われるその人物はブリトニーさんが遭難していたエリアにドレイク号を着陸させていた。一体何のため、その行動は謎だ。そしてあろうことか、彼らは僕らが集めた食料を全部奪って逃げてしまったのだ。アルフ、いやー、本当ひどい話ですね。いかがだったでしょうか。
いやー、食料をね、全部奪われたっていうね、朝のね、まあナレーションというか、そういったアラートをですね、完全に忘れておりました。そして思いっきり時間がかかったあのシーソーの攻略、結局攻略しきれておりませんが、あちらの方をね注力してしまった回となりました。とりあえず本当に一つでも、まあ一日分でもって言った方がいいですかね、まあ果実をね確保しないといけないですね。そうでないとゲームオーバーです。それでは今回はこれで終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。